高校女子 400m リレーの準決勝、ご覧のように大会記録は46秒57。このあと4組行われます。ゲストの榎本さんも小野高校 OB で、陸上部の顧問として2年前の大会では小野高校優勝に導かれています。さあ準決勝の1組です。藤田さん、この1組はどうですかね。注目は7レーンの市立西宮と4レーンの姫路商業、ね、はい、このチームかなと思います。はい、7レーンの市立西宮、スタートを切っていきました。ほとんど差がないという上位陣です。そうへ渡していきます。ここまではどうでしょうか。そうですね、姫路商業とやはり市立西宮ですね。はい、はい、2レーン、さあそして3走へ姫路商業が渡りました。そうですね、はい、少しリードしていますかね。そうですね、内側の白と赤と青が姫路商業、外側から市立西宮、はい、この両チームです、はい、並んでいます。はい、オレンジと緑が市立西宮、白と青が姫路商業、最後ストレート伸びていくのは姫路商業、1着は市立西宮、3着に商業、4着に姫路南と続きました。やはり両チームの争いになりました。そうですね、姫路商業のアンカーの三木さんがね、はい、いい走りで最後逆転をして1着で入りました、はい、これで決勝進出がね決まったわけですから。そうですね、はい、市立西宮はこの後の組の記録を待つということになります。はい、続いては第2組と参ります。ご覧のような8チームが第2組です。藤田さん、この2組はどうですか。はい、ここは何といってもね、5レーンの山手ですね。はい、はい、今年は初優勝を目指していますから、はいはい、5レーンの山手、はい、神戸山手女子です。この山手を中心としたこの2組のレースになります。そうですね、はい、はい、榎本さんはどうでしょう、はい、この放送席から見るリレー種目、リレーカーニバルですね。そうですね、はい、久しぶり、もう10年ぐらい前に解説を1年だけやらせていただきまして、ええ、もう1年で僕は無理だと思いまして。何をおっしゃいますか。あの藤田先生にバトンタッチをしたんですけど、ね、そうですか、気づきましたが、はい、その時のことをね、やっぱり緊張感というか思い出しますね。あ、そうですか、はい、今日ゲストという形です。で、まあ、そうですね、はい、ほとんど下で見てますので、ええ、こういう形で見るのは本当にまた新鮮で、あ、はい、やはり眺め全然違いますか。そうですね、優勝かかった時はもう一番上まで上がって一人孤独に見てたんですけど、はい、こう近くで見たいような、こう怖いようなというところかもしれませんが、ね、はい、チームをご紹介してまいりましょう。2レーンは姫路、3レーンは姫路女学院、3レーンは明石南、4レーンが初優勝を狙う山手、6レーンは県立西宮、7レーンは永田、8レーンは吹合、9レーンは鳴尾です。5レーンの山手が初優勝を狙う、まずはこの準決勝第2組スタート、スタートやり直しです。当然藤田さん、はい、一番にスタートしていきたい、いいスタートを切りたいっていう気持ちはね、そうですね、そういう思いがね、あると思うんですけども、やはりスタートはしっかり止まってですね、合図を待ってスタートするっていうのがね基本ですから、はいはい、当然高校生になるとフライングがあった場合には一発で失格ですからね。そうなんですよね、はい、もう確実に出てしまうとね、アウトになりますから、はい、注目の5レーンの山手に今一言声をかけたという審判団です、はい、グリーンのカード、そうですね、注意で終わりましたね、はいはい、
まあ、気をつけるようにということで、はいはい、指示が出ました、はいはい、2度目のスタートやり直し、はい、まあ、どうしてもプレッシャーであったりいろんなこう精神的な部分もあるかもしれません。緊張感も、ね、あると思うんですけどね、はい、2度やり直し3度目となるとまたこの一走含めてランナーの気持ちはどうですかね、はい、グリーンのカードです、はい、集中してね出てほしいですね、はい、はい、少しマイクの調子が悪かったのかもしれませんね、はい、マイクも準備万端、3度目のスタートです。高校女子 400m リレーの準決勝2組、各組の1着プラスタイム順上位4チーム、合計8チームが決勝です。今度はスタート、はい、決まりました。7レーン永田が前に行きます。中尾さんですね、はい、双子の兄弟ですね、はい、双子の兄弟のバトンパスですね。中尾兄弟、そうですか、はい、2年生の双子の兄弟が姉妹がバトンパス、はい、そうですね、姉妹ですね、はい、伸びてきたのはやはり山手ですか、はい、山手が内側ぐーっと来て2走から3走へ、あっと少しどうでしょうか。2番手以降のバトンはやはりトップは5レーンの山手、続くのは7レーンの永田、そして県立西宮、はい、山手今日のアンカーはね、はい、岩永さんですね、はい、はい、昨日から変えてきています、はい、山手が1着、2着は永田、3着に県立西宮、4着吹き合いと続きました。3度目のスタート、難しいところはあったかもしれませんが、山手の走りはいかがでしたか。そうですね、良かったと思います。今年、準決勝はね、アンカー変えてきまして、昨日のタイムね上がってきておりますので、はいはい、47秒05と、ね、いいタイムです、はい、はい、初優勝を狙う山手が決勝進出を決めています。それでは準決勝3組のチームをご紹介します。2レーンは北摂三田、3レーンは新大府中東、4レーンは加古川西、5レーンは園田、6レーンは市立天ヶ崎、7レーンは向野荘総合、8レーン須磨東、9レーン宝塚西です。5レーンの園田が予選全体2位のタイムです、はい、5レーンの園田早くも出ましたね、出ましたね、1走渡辺さんです、はいはい、かなり1走からリードを奪ったのは5レーンの園田、バトンもうまく渡って2走でもぐーっとリードを奪います、はい、ハードル専門の藤原さんですね、はい、
3走へ。このチームもバトンがうまく渡りました。園田がリードをじりじり広げてアンカーに渡ります。はい、アンカーは谷口さんですね。はい、谷口里奈、園田のアンカースピード落ちません。最後まで園田トップを守って1着、2着は加古川西、3着が一律天ヶ瀬、4着がこの層総合です。園田は1走からリードを、はい、いいスタートでしたね。はい、園田がいい走りを見せました。準決勝3組、決勝進出を決めています。今のところ榎本さんも心配されていたというこのバトンパス、どのチームもある程度うまくいってますかね。そうですね、はい、やっぱりここまで上がってくるチームはかなりやっぱりバトン練習もしっかりしていると思いますので、はいはい、続いては準決勝の4組です。ご覧の8チームが出場します。2レーンは尼崎北、3レーンは明石北、4レーンは滝川第二、5レーン明石商業、6レーン姫路西、7レーン加古川東、8レーン東播磨、9レーン川西緑台です。さん、ここは4レーン滝川第二ですか。はい、そうですね、はい、昨日からね、一走今日はハッサン里奈さんをね、起用していますね。はい、はい、4レーンの青のユニフォームが滝川第二、6年ぶり2度目の優勝を狙う今年のリレーカーニバルです。予選全体は3位で通過した滝川第二、思わず今榎本さんの、ね、口からあーという声が聞こえましたが、ちょっとスタート反応が早いチームがありましたか。そうですね、はい、ここまで残ってくるチームでもやはりスタート焦り、いろんな思いがあるんでしょうか。6レーンに赤と青のカードが提示されました。はい、失格ですね。これは失格スタートということで、はい、あ、残念なことになってしまいました。6レーンの姫路西は残念ながら失格ということになってしまいました。ちょっと早かったですね。はい、そうですね、無情の失格姫路西です。スタート、川第二が内側から前に来ます。加古川東もいいですよ。走から走へ、走はバックストレート、ストレートから走へ、やはり滝川第二、はい、加古川東もいいですね、はい、外側の赤のユニフォームは加古川東、その向こう側にも、次は倉本さんから、ね、はい、工藤さんですね。滝川第二アンカー工藤が力強い走り、一着フィニッシュ、二着は加古川東、三着は川西緑台、四着東播磨、五着は明石商業となっています。貫禄の走りと申し上げてもよろしいですか。そうですね、はいはい、今日は一走を、ね、変えてきまして、滝川第二も昨日よかタイムを、ね、上げてきていますので、はいはい、決勝も楽しみですね。6年ぶり2度目の優勝を狙う滝川第二、決勝進出を決めています。
ここまで高校女子 400m リレーの準決勝お届けをしてまいりました。